ビトス・ヨナセンベーリングは、デンマーク生まれのロシア帝国の航海士探検家。1725年から1730年まで、また1733年から1741年まで、2回のカムチャツカ探検を引いて、ユーラシア大陸とアメリカ大陸が陸続きではないことを確認した。また、アラスカに到達し、アリューシャン列島の一部を発見した。 ベーリングの名にちなんだものに、ベーリング海、ベーリング海峡、ベーリング島、ベーリング地峡などがある。1681年、デンマークのホーセンスに生まれる。1703年にアムステルダムの学校を卒業し、東、インドへの旅の後、同年、ロシア海軍に入隊。大北方戦争では、バルチック艦隊の一員として戦った。 1710年から1712年にかけて、大尉として、アゾフ艦隊に所属し、オスマン帝国と戦う。1712年より再び、バルト艦隊に所属。ロシア人女性と結婚した後、1715年に一度国境に戻るが、以後、再び国境を訪れることはなかった。1725年1月、ピョートル大帝の命令により、カムチャツカ。 オホーツクへの探検隊を率いて、サンクトペテルブルクを出発。陸路でシベリアを横断した後、1727年1月にオホーツクに到着する。そこで冬を越した後、カムチャツカ半島に渡り、1728年夏までに聖ガブリール号を建造。1728年夏、カムチャツカ半島東岸から北に向けて出発し、その途上でカラギン湾。 カラギン島、クレスタ湾、アナデル湾、イラブレンチー島などを発見する。船はそのまま北上し、ユーラシア大陸とアメリカ大陸との間の海峡を通過して、畜地海に入った。さらに西方に進み、コルイマ川口まで行かなければ、アジアとアメリカが陸続きではないことを確認できないと主張した、チリコフの意見を知りけベーリングは、引き返すことに決定した。 1729年、一行はカムチャツカ半島の南部を回り、カムチャツカ湾、アバチャ湾を発見。それから、オホーツクを経由して、1730年夏、ベーリングは重い病気に侵されながらもペテルブルクに帰還した。1733年、ベーリングはアレクセイ・チリコフと共に、アメリカ大陸北部沿岸の調査のために二度目の探検に出発。 千島列島の地図の作成と日本への回路の探索の任務を受けたマルティン・シュパンベルクも一緒であった。1734年、トボリスクからヤクーツクへ出発。探検の準備のため、ヤクーツクに3年間泊まった。1740年秋、オホーツクより2隻の船、セイピオトル号とセイパーベル号に乗ってカムチャツカ半島東岸に向かう。探検隊は、 アバチャ湾の奥にキャンプを設営し、冬を越した。この場所が、現在のペトロパブロフスクカムチャツキーである。1741年6月4日、ベーリングの率いるセイピョートル号とチリコフの率いるセイパーベル号が、アメリカ大陸を目指して、カムチャツカを出発。1741年6月20日、深い霧と嵐のために2隻の船は、お互いを見失った。 7月17日、セイピョートル号はアラスカ南岸に到達。一方、セイパーベル号は今日のアラスカ州最南部、アレキサンダー諸島にたどり着いていた。セイピョートル号はさらに南西に向かい、アリューシャン列島の一部の島々を発見。1741年8月末、アリューシャン列島の一部をなす、現在のシュマージン諸島の島の一つに上陸。 そこで一週間を過ごし、土地の住民のアレウト人と初めて遭遇する。また、解決病で命を落とした船員、シュマギンを島に葬る。船員の名にちなんで、ベーリングはその島をシュマギン島と名付けた。1741年9月6日、船はアリューシャン列島を離れて、西に向かうが嵐に遭い、漂流の末、11月にコマンドル諸島の無人島にたどり着く。 そこで越冬するが、その間に多くの船員が解決病で次々と亡くなり、続いてベーリング自身も1741年12月6日に息を引き取った。この時の様子は探検に加わっていたドイツ人の医師であり、博物学者のゲオルク・ビルヘルムシュテラーが記録に残している。後にこの島はベーリング島と名付けられた。生き残った船員たちは、 大破した聖ピョートル号の残骸で小型の船を作って脱出し、1742年8月26日にペトルパブロフスク・カムチャツキーにたどり着いた。結局、聖ピョートル号に乗り組んだ77人の探検隊員のうち、ペテルブルクに生還したのは45人であった。1991年8月、ロシア・デンマーク合同調査団によって、 ベーリングと5人の船員の墓が発見された。遺体はモスクワに移されて検査され、その結果、死因が解決病ではなかった可能性が示されている。また遺骨から推定されるところでは、体つきは眼鏡で背が高く、顔の輪郭は角張っており、広くるふしているベーリングの肖像画に見られる丸顔とは大きく異なっている。それらの肖像画は、 ベーリングのおじで作家のビトスペデーセンベーリングをモデルとしている可能性が考えられている。その後、翌1992年9月に彼らの遺骨はベーリング島に再埋葬された。ありがとうございます。